ビスビューは、ゴットランド島に位置するスウェーデン王国南東部の都市である。10世紀に建設され、その頃の遺跡で国際的に有名。ゴットランド県とゴットランド市の中心都市である。英語発音に近いビスビーと表記される場合もある。現在のスウェーデンにおいて、ビスビューは、旧市街を囲むほとんど完全な姿の 3.4km の石の壁で知られている。 この壁はリンミューリーンと呼ばれる。ビスビューの和壁12世紀から14世紀の間、ビスビューはハンザ同盟の重要な中心地の一つだった。バルト海沿岸のキリスト教家の最中の1200年頃、この都市を母都市としてリーガが建設された。1389年にスウェーデン王を追われたアルブレヒトは海賊集団のフィタリエンブリューダーを雇いで、 ゴットランドを征服し、ビスビューに本拠地を築いた。しかし島は1398年にドイツ騎士団に征服され、ビスビューは破壊され、フィタリエン・ブリューダーは島を追い出された。島がドイツ騎士団によって占領された後、ランツティングの権威は相次いで損なわれていった。その後、エイリクア・ポンメルンに売却され、1449年以降、 デンマークの知事によって統治された。コットランドはブレムセブルーの和議の後300年間デンマークの占領から1645年にスウェーデン領となった。ビスビューは要塞であり、近年までは軍事基地の中心地でもあった。冷戦期は一般人の立ち入りが制限された一種の閉鎖都市だった。ハンザ同盟都市の歴史的な街並みはユネスコの世界遺産へ登録された。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。